シモーネマルティーニ、受胎告知部分。国際ゴシックは、ゴシック美術のうち、14世紀後半から15世紀前半にかけて、ブルゴーニュ、フランス、北、イタリアで発達した様式を指す。その後、この様式が、西ヨーロッパ全域に広がっていったことから、19世紀末に、フランスの美術史家、ルイ・クラジョによって、国際ゴシックと名付けられた。この様式は、 ドイツ語で、ワイカー・シティールすなわち、ーア様式と呼ばれていることに伺えるが、宮廷文化の影響を受けている。国際ゴシックは聖母など、宗教的題材における、表現の進化を特徴としており、このことは、原色を積極的に盛り込むことで従前よりも、鮮やかなものとなった色使いや、全体に縦に引き伸ばされ先行のゴシック様式よりも、 性的かつ厳粛なフォルムに改まった人物造形、細部への非常なこだわり、動植物をはじめとする自然のつぶさな観察に現れている。一方、国際ゴシックはこの時代の不安を反映してある種の陰鬱さに突き動かされたものともなっており、生々しい死の表現に執着が見られる。また、国際ゴシックは、 教会美術以外へも進出していき、その教授者は宮廷に志向する社会の上層であったが、彼らは15世紀に没興した都市住民の注文を取り継ぐこともできた。芸術家が各地を移動したのは、もちろんのこと、装飾写本など持ち運びの可能な作品も、欧州全土をめぐり、王公と上級貴族に各地で共通する美意識を形成した。 写本は運搬も容易であるため、国際ゴシック様式の普及に果たした役割は大きい。そのためこうした宮廷のエリートに向けて作られた作品には国ごとの多様性はあまり見られない。国際ゴシックの主要な流行源は、北、フランス、ブルゴーニュ公国、プラハ、イタリアである。イングランド国王リチャード2世とボヘミア王ョアンとの結婚など、 王公の結婚はこの様式の拡大を助けた。国際ゴシッ式はもともとは、宮廷的洗練を有する様式だったが、没効しつつあった、商人階級や、中小貴族の依頼になるものは、幾分そやであった。北ヨーロッパでは、後期ゴシッ式としてのこの様式は特に装飾要素で、用いられ続け、16世紀初期にも以前として見ることが、できる。 結局装飾表現では取って変わられることがないまま、ルネサンス美術に至った。国際ゴシックという術語は、美術視野の間でも、いくらか用法に、幅があり、この後の利用が避けられることもある。国際ゴシックという術語は、多くの場合あまり役に立たないが、というのも、歳や変遷の詳細を誤魔化してしまいがちだからであるとする、表も存在する。 国際ゴシックは一般にアビニョンの教皇庁などで活躍したシエナ派の活動がきっかけで広まったとされることが多い。シエナ派は北方のゴシック様式とイタリアのジョットラの芸術を融合し繊細な宗教画を描いた。中でもマルティーニはシエナ視聴者壁画の聖母像や受胎告知を描き、また1340年からアビニョンに招かれて、 当時ここに置かれていた教皇庁新宮殿建設の仕事に従事した。アビニョンの教皇庁には各国から多くの画家が訪れており活発な交流が行われた。やがて14世紀後半から15世紀にかけてヨーロッパ各国の宮廷アビニョン教皇庁を中心に共通した様式の絵画が流行するようになった。 特にプラハは神聖ローマ帝国皇帝のカール4世の本拠として整備が進められた。ジェンティーレ・バ・ファブリアーノ、東方3博士の礼拝。ピサネロ、聖エウスタキウスの原始。ランブール兄弟、ベリー公の糸も豪華なる、自当書5月。イタリアでは、フィレンツェを中心に、ルネサンス美術が花開きつつあったが、ファブリアーノは、フィレンツェで、 東方三博士の礼拝を描いており、同時代的な現象であった。ありがとうございます。